ガオ浜田山虎子不動産ですこんばんは気象変動で想像を超えるリスクが浮き彫りになってきました洪水台風などの被害が目に留まりやすいが地球の急速な温暖化は灼熱の暑さをもたら,すたらし暑いリスクが人々の健康や経済を蝕んでいます 被害の実態を見通すのが難しいだけに気づいた時には手遅れになっています。リスクとの向き合い方が世界で議論をまとしています。今年も、えー、熱波が世界を襲いました。米カルフォルニア州デスパレーでは8月気温54度。フランスやスペインでも40度を超える温度を記憶しております。 米カルフォルニア州の山火事の現場です。カルフォルニアでは今年熱波による記録的に乾燥的状態の中で落雷があり火の手が上がりました。現地の報道によると大規模な山火事は20万ヘクタールを超えております。それではお先に失礼します。